おい、貸せ。よし、立体軌道で女型の巨人に接近しよう。ぼさっとしてんじゃねえ、行くぞ。逃がすかよ、絶対にここでとっ捕まえてやる。振りほどきやった。逃がさない、絶対に。女型の巨人が壁に近づいてるぞ、絶対に逃がすな。もうすぐ女型が壁に近づく、今度こそ仕留める。早く女型の巨人の背後を取るんだ、一気に仕留めちまうぞ。成功だ、みんな攻めかかれ。罠にかかった、やるなら今しかねえ。女型の巨人を逃がすな、絶対にここから外へは行かせん。絶対に逃がすもんか、必ずここで捕獲する。をつける、必ず。まだあんなに体力が残ってやがるのか、畜生、どうしろってんだよ。けどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。今だ、馬や一斉に来た。ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも今となってはそれを知る術は残されていない。ゆえにここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は
巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄、その活動領域をウォールローゼまで後退させた。シガンシナ区に暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は避難船に乗り合わせた見知らぬ少年。おい貴様！はっ！貴様は何者だ？シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか？祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た？人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろ向け。貴様は何者だ？トロスト区出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た？憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか？はい。おい、誰が座っていいと言った？こんなところでへこたれる者が憲兵団になどなれるものか。何者だ？
そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た。頑張るといい。第104期くん、今の貴様らは、そんな貴様らに今日は立体機動装置を。出来の悪い奴は今か。軌道術の基本、移動からだ。立体軌道装置で目標地点まで移動しろ。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。遅い。何をちんたらしている。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。いいな、カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。貴様は次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。何をしている。早く移動して次の訓練に取り掛かれ。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。面倒な訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。やっと終わったか。クリスタ、少
少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。あとは貴様だけだぞ。早く来い。これより